はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、レンタル作者で5人目ですね。で、今回も北節、4人入れてやっていきます。で、まあ全く同じね編成だとちょっとあれなので、まあ、しのれみちゃんは得意練習率アップがありますので入れてあります。で、変えたのはナッチですね。ナッチのところを火山員にしてます。で、火山員は得意練習率アップがついて、さらに固有で得意練習率アップがついているというキャラクターになりまして、で、まあ、さらにね、得意練習も2種類ありますので、ちょっと合同練習が始まってから経験点を稼いでいく、まあ、そういうスタイルでやっていこうと思います。まあ、どうしてもね、割とやっぱり後半に爆発するタイプの高校だと思いますので、まあ、ちょっと後半に、全てをかけるというところですね。で、ときめきの上げ方なんですけれども、ちょっとやっぱり2人は少ないかなと。せっかく北節キャラ4人入れるので、まあ、前回終わりの方で、まあ、最初は2人みたいなことを言ってたんですけど、まあ、攻めていきましょう。攻めて、なので3人上げていきます。で、3人上げて最後の方で、まあ、4人目、まあ、合同練習が始まってどれくらいがいいんだろうね。4月くらいがいいのかな、まあ、4月くらいで4人、ときめきにして、で、経験点を底上げすると。あと優先順位は、まあ、ときめきを上げるのも重要なんですけれども、やっぱりしどれみちゃんとタッグを組める状態になっているのが重要だと思いますので、まあ、最初はせっちゃんのときめきを上げるのは、まあ、優先的にやるとして、しどれみちゃんの評価上げを次にやって、そこから、残りの2人をときめき度を上げていくというような感じでやっていきたいと思います。まあ、そんな感じで、やりましょう。5人目スタート。で、早速なんですけど、もうまたやらかしました。あの、アイテム欄がないっす。アイテム何も持ち込んでない。やっちまったよ、これさ。やり直し効かないからね。やり直し効かないから、このまま行きます。で、本当は、だから、やる気を上げるやつを2つ持ってきて、爆弾爆発したら、まあもちろんやる気を上げるっていうのはあるんですけど、やる気が不調になった時に、使っていこうかなという感じで進めていこうと思ったんですけど、ないんで。やっていきます。じゃあ最初はだからしどれみちゃん評価を上げる。これだから爆弾爆発させるのがかなり厳しいよね。爆弾1回爆発してもアロマグッズで一気にやる気戻して、まあ、ちょっとリカバリーをしていくっていうのができたんですけど、今回できないんで、ちょっと爆弾はめちゃくちゃ気を使っていく。いや、もうちょっとこれだけでスタートの段階がかなり悪いな。で、しどれみちゃんは結構評価高いんで、初期評価が、まあ、そこまでもう乗りましたね。そこまで気にしなくても大丈夫かな。まあ、あとは他の北節キャラの評価を上げつつやっていきましょう。で、コツは取っていこうかどうしようか。せっちゃんマジ評価低いな。上げよう、せっちゃんの評価上げよう。上げられるときに上げる、前半で上げる。で、これも距離を伸ばして、これ結構上がるからね、評価。経験点もくれるし、体力が下がるけど。で、喧嘩するほど仲がいい。これなんか前やる気下がったよね、上で。でも上にしよう。まだやる気はそこまで気にしなくて大丈夫なんで、2人とも上がるんで、ちょっとこっちにしました。で、ちょっとじゃあせっちゃんのときめき度を上げて、で、ここは勝負して、いや、これ勝負がいいのかな、なんかいつも勝負にしてるけど、一応タッグが組める。いや、せっちゃんマジで強化ナッシングだな。これで一応やる気は上がる。コツ8か。どうしようかな、やっとこうかな。評価上げのためにスカウトさんもいたし、コツは割とどうでもいいんだけど。もやしで、これ下校しないとあれだよね。あ、そもそも乗ってなかったわ。よし、これで一応乗せよう。
さてこれで告白。なんか何かしら一回ミスるよね。今回はもうマジで4人彼女にする。これは止める。一応監督評価が上がるんで下でもよかったのかな。務まるにしてアンパンの評価を上げていきますか。うん、ストリームちゃんさすがに結構やっぱり来てるね。で2人誰あげようかって思ったらもうアンパン来てんじゃん。アンパン来てるからじゃあ両チンを上げる方向でいこう。これ2回練習したらさ、ときめき練習もうなんか4人いっちゃいそうな感じはするけど、そんなには上がんないのかな。ボケ合戦ヨーロッパだとどっち、あ、せっちゃんだよね。そうそうそう、ハッチはちょっと後であげたいから。でプロテインはちょっと飲まないでいいや。でシトレミちゃんやっぱめちゃクールな。ただアンパンもときめき度は上がってるんでちょっと評価を上げてタッグを組めるようにしておく。でまだか、結構厳しいね。コツ本来だったら潰しておいた方がいいんだけどね、意外性。さてせっちゃんの評価は相変わらず低いで、基本告白はまあ待ちでいいでしょう。りょうちん行きますか。1回、ときめき度が上がった。上がったでどうなんだ。ちょっと見てみよう。あー、もう1回か。あとはときめき練習すれば上がるかなっていう感じだね。まあまだせっちゃん評価上げていく感じでいいかな。まあ、デートは割としてっても問題ないんだけど、デートだけじゃ多分いかないよね。ちょっとコツ潰しをしますか。持ってるコツだけ潰す。意外して4だし、まあ、変なコツ手に入れても別に問題ないからね。特にいいか。じゃあこういう時にデートしておこう。もうときめきドア上がる。よし、これで1回目筋力稼ごう。まあ、この編成はねどうしても合同練習が発生してから。よし、これで上がって、りょうちんはときめきが乗ったんじゃないか。ちょっと試合を挟むからすぐには見れないけど。で弾道は3で、パワー上げとくか。あ、でミートはいいにしておこう。一応40-40、これで全然なんとかなるんで試合は。お、点を取ってるね。出番きた。外野だから割と、うわ、ひでえ。もう一回待ってくるよ。でもこれデッドボールだとどうなの、評価的に。狙えるやつをしっかり狙っていこう。こいつコントロールマジ悪いな。まあ、ラズベリーだからね。際どい。コントロール悪いとか言っときながらすげえいいとこ投げてきた。でも変化球も333だからね。OK。最後2点取られた。油断したな。ここの評価マジ重要だからね。さて、おお、2つ来てるね。てかまあこれ合わせると3つか。うん、やっぱりちょっと待ってね。160-44の、いや
筋力経験点的には美味しいんだけど、どうしても技術が必要になるんで、めちゃくちゃ爆発してるわけじゃないんで、いいや、ここで。これだから領地に乗ってるってことだよね。もうよし、これで上がって全員ね。で恋爆弾でちょっとときめきを見よう。うわ、ハッチも乗ったか。ハッチ乗るんだこれで。まあいいや。でやるでしょ。でレッスンレベルが上がる。うおー、来た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 。もうアイテムがないからね。これ何、どういうイベント。体力使ってんだけど。うわ、無理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 です。これは赤は消しとこう。でここで、あれ、告白が来ちゃった。これは今回は流れに乗る。いや、せっちゃん来ないかな、評価的に。だよねだよね。ここでせっちゃんで回復してもらおうと思ったんだけどな。まあ回復だけだったら両親もしてくれるんだけど、マジか、そういうことか。悲しい。練習レベル上げとくか。じゃあ2段階よし。ロードワークには出る。でそうするとここもだよね。いやー、一応野球が上手くなりたいって20-20は来んのか。で練習レベル1回ずつ上げとく。レッスンして、練習レベルは高い方がいいかね。火山院が総力と精神だから、まあ、これも上げとくでしょ。まあもちろん、ちょっと待って、またミートコツ掴んだんだ。しどれみちゃんも総力があるんで、まあ、総力の練習レベルを上げておくことは悪くない。これは練習を優先する。でときめきで筋力はあんまりいいかな。どうしようかな。まあ、ただ上げるのは上げとこう。1回だけで恋爆弾が来たんで、ときめき練習ができるんだったらときめき練習を最優先。ない、今回技術結構いいね。で練習レベル今どうなってる。メンタルは4か。まあ、メンタルはいいか。これで守備も3、打撃がやっぱり低い。ってか打撃上がるやついなくね。一回ちょっと上げとこう、これも。で走塁はもう一回上げる。でこれで告白を受ける。基本体力回復するんだね。リズムが合わない。アンダ製造機どうしようかな。ちょっと怖いからもう消しとこう。パワーヒッターまた掴んだ。そろそろパワーヒッターも掴んどくか。じゃあよし、こっから、こっからが勝負よ。いきなり何にもついてないけど、アンダ製造機取っておこう。パワーヒッターも取っとこう。一応見てみる。まあ、だったらハッチレッスンいくつだか。1か。バレンタインはアンパン、アンパンがチョコをくれた。お、いいね。これあげといた甲斐があったので、まあこっちだね。レッスンレベル、レッスンレベルが上がるとどうなの。経験点って底上げされんのかな。メンタルやろう。体力は回復、超ラッキーボーイ。ここら辺なんで微妙に経験点くれてんのかよくわかんない。200、300くらい、こっちかな。ミートコツ1、ミートコツ1ってどれくらい機能してんだろう。ちょっとパワーも上げとこう。
で、敏捷も上げとこう。で、精神も上げとく。上げとくっていうか、精神も使っておく。で、ここはシュート。一応、火山員がいたね。練習効果アップが機能してるのかどうかがよくわからん。この赤になった時にね、ピンポイントで来てほしいんだよね。で、今回はもうほんと爆発されると厳しいんで、ちょっと火消しは早々にやっていきます。で、何もない。練習レベルを見よう。メンタルは4555。これは合同練習になってるからレベルがちょっと高くなってるのかな。せっちゃんで行こう。あ、デートはデートで結構経験って取れるからね。40くらいか。もうちょっと取れてほしかったな。これせっちゃん、この前せっちゃんにしてなんか、あ、大丈夫だった。失敗したからね。早飲み競争受けない。ときめき、はい。火山員、一応タックだけど、あ、これね、やる気がめちゃくちゃ下がるんだよね。だからこういう時にさ、本来だったらやりたかったんだけど、ときめき型って発動してるじゃん。発動してるんだけど、やる気が絶好調じゃないからできない。これで、いや、ない。こういう時に限ってないからね。いや、ガチで運だよな。フルヒッターで4人。これは全員でいいかな。全員平等の愛を注ぐ。評価も上がるし、モテモテにもなる。少し技術と精神をさばきたいんで、ミートを上げていきましょう。こういうこまめなやつもね、まあ、ずっと続いてくれればいいんだけど、赤になった瞬間なんかなくなるからね。火山院2回目、これ金徳取れるんじゃない。でもやっぱ経験点は高いね。てかダブルタックだったのか。フルヒッター、フルヒッターよく来るな。ここは可憐に体力回復を今回は間違えない。経験点も普通にくれるからね。で、筋力、あ、北雪キャラはね、入れてればワンタックでもときめき練習が発生するっていうところが強いと思う。で、2人、ちょっと2人は厳しい。2人は厳しいんで、どっちかな。せっちゃん、いや、せっちゃんはでも爆弾って特に練習の場所は関係ないのかな。ナンパは来てるね、結構来てるね。これはやろう、これはやります。ちょっと臨床用の筋力も残しておいて、こんなもんか。爆発すんなよ。もうこれ次はあの火消しにかかります。アイテムがあればちょっと無理もできたんだけど、今回はちょっと無理ができない。うわ、来た。1回でくんの、ほんと勘弁してほしいよね。これほんとリカバリー不可能なんだけど、まずはちょっと遊んでやる気を最優先に戻そう。まあ、体力も回復できるしね。で、まだまだっていうか、そもそもないからやる気が。これは何がいいんだ。24、シカちゃん、ようやく練習ができる。154、こっちだな。
あ、ちょっと敏捷が溢れそう。トリックスだ。赤い、やるでしょ。赤いけどやる。やる価値あるかこれ。いや、もう6月2週だからね。ちょっと100にしとこう。で、ミートモンを S にしちゃおう。で、あとは金特系を取って敏捷をさばいていく。超ラッキーボーイ、敏捷をさばきたいからな。一級入魂はまあいいや、まだ後で。ナイアンダフルヒッター、安い。盗塁、盗塁2個取っちゃおう。よし、これでいきます。ここはよし、よし、大丈夫だけど、ここは消すもん。マジで。来てるね。いくつ？メンタルで。いや、行くか。アイテムあったらマジで行ったんだけどな。ここは消しますもん。ちょっと。一回爆発してるんで、これ以上はちょっと無理。普通に。これは 23% の300か。いや、死んでしまうからな。もう合同練習もただこれで終わり。火山品どうだ？機能してるんだが機能してないんだがよくわかんねえな。チカちゃん下がってしまった。体力回復しなかった。出た、トイレ。いや、これ諦めるのはだってないでしょ。あくまで我慢が安定なのかな。体力の最大値が上がった。 13%、 227、 106。あー、まあ欲しいのは、まあ、筋力の方が欲しいよね。やろう。伸びがどうなんだ。センター、体力がないからな。精神のあれが来てくれないとちょっと次練習できねえな。いつも足りない肩と守備。よし、行きましょう。ちなみに残り1回だからね。最後の編成どうする？まあ、せっかくだからもうまた4人入れる？北節キャラ。北節キャラ4人入れて、ってか負けるぞこのままだと。火山員をどうする、火山員枠をどうするかだよ。最後の1人を。火山員も悪くはないと思うんだけどな。せめて年明けから合同練習とかが始まってくれればで、ね、まあ、全然男性キャラを入れる価値があるんだけど、ちょっと2月からね、6月の終わりっていうのがやっぱ若干短さを感じるよね。イベント数が減るんでイベントを消化できるっていうのはあるけど、今回そういうの必要ないからね。あー、ダメだ。うー、経験点的にはでかかったけど、ちょっと待ってね。今2周でしょ。これ消して回復して4周目で来るかどうかだよね。あ、体力回復するのか。なんか前もそんなこと言ってたな。なんで体力回復するんだ。あ、来なかったな。来なかったんでどうしよう。ハッチ、いや、りょうちんレッスン、経験点くれ。2、あとは最後に来るかどうか。技術はそれなり。フルヒッター5になってるし、一級に骨を取っとくか。こいつセンターとか
大丈夫なの、肩 F 守備 F でって3点取られてる。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは本当に点取られる高校だよな。ランナーが溜まってないと点が取れないから。北節追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という。これは見送る。山根、さあ次の投球。一応パワーヒッター持ってんだ。超厳しい球投げてきやがった。追い込んでから投げた。ツーシームはボール、アウトコース低め。投げた。バッターの足元。第5球投げました。よし OK。 一応対エース発動してたね。対エースの発動条件がよくわかんない。どのくらい強ければ対エースが発動するんだろう。山根今日3打点を挙げています。投球これから2球で。これはいい当たりだ。いった。よしここであと抑えてくれよ。ダメだ、抑えきれない。ワンアウトランナー一塁という場面で山根。もう1本必要か。第2球投げました。これはちょっとツーシームは引っ掛ける恐れがあるんで。第3球を投げました。ボール。いやー北斗死んだな。第4球はいえ行くか。入れば勝ち越した。伸びた。1点入んない。いやー危ねえ。なんとか、まずはなんとか甲子園。うん、最後一応来たは来た、来たは来たけど、うん、こっち接っちゃんが全然今回デートが進まなかったね。経験点的にはどっちがいいのかよくわからない。お参りした。48、48、24。一応ハッチの評価上げとこう。評価を上げられる人は上げておこう。最後のエピローグ経験点少しでも伸ばすために。こいつら一応付き合おうとかさ言った割には全くデートしてないからね。どう思ってんだろう。何のための彼女だっていう。本当に彼女なのかっていう疑問すら出てくる。だって告白してさ付き合おうって言って、まあせっちゃんはデートしたけどね、せっちゃんはデートしたけど他の3人なんてさなんか彼女らしいことした。まあアンパンとかはバレンタインくれたけどさ、そういうイベントすら全くない。まあバレンタインはそもそもね、なんか芯外すな。1人しかバレンタインくれないけど本来だったら修羅場だよね。ノーアウトランナー、これはいける。もう1本欲しい。マジで北節リードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で山根スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。サイクルヒットとか無理でしょうね。やっぱスリーベースが本当難しいよね。左バッターで内野安打持ってて走塁持ってないと本当に三塁まで到達できないから。まあ、タックそんなに強くないよねやっぱり。練習効果アップがついてこれだからね。そう考えるとやっぱりタックのパーセンテージっていうのはめっちゃ重要なんだな。せっちゃんの評価どうなってたっけ。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で、あれこいつなんで投手発動してんだ。燃えている。無駄だ。2点。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で山根、今日こういう時に投手発動しないんだ。第2球謎すぎる。もう投げました。決まりました。やばい。1球入魂がある間に打ちたかったけど、そんなもんいらん。北節リードで迎える5回です。打たれ強さもある。今日2打席連続でホームランを放っている山根、ストライク。マジで1球入魂全然機能しない。投げた。マシンで捉えた。正面やばい。ここは点を取っとかないとマジでまだ一発病持ってるか。山根打ちました。おい、マジかよ。
ノーアウトランナー一塁という場面で山根。え、これ待って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 、やばいぞ。ランナー一塁に最後同点で迎えよく耐えてくれた、よく耐えてくれたって、もう7点取られてる段階で耐えてないからね。めちゃくちゃ失点するよな、ここ。いや、それは悔しいよね。あそこまで7対7のさ、勝負をして、せっちゃんはもうマックスになってるね。エピローグ経験点がね。で、一応ちょっと経験点が溢れないようにはしたいけど、対して溜まってないから、あれ、能力を上げようと思ったけど、これリア。お待たせいたしました。バッター山根。よく虹谷から点取ったな。まあ俺はホームランを打って点を取るけど。北節リードで迎える3回です。北節はやっぱ野手の足が速いんだな、みんな。なんか基本みんな塁に出てる人たち足が速い気がする。アンパンはちょっと足速い気はしないけど、こういうキャラだから、ね、モブキャラは足が速いんだな。高校によって特性出るよね。北斗高校はパワーがあるんだっけ。6回の裏、北節攻撃に入ります。トップバッターは山根、今日3打点を挙げています。第2球投げました、打ちました。今日3打点を取りました。甲子園に来て何打点挙げてんだろう。北節リードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で山根、今日3打点を挙げています。あ、逆襲が発動してる。さっきやられたな。第2球投げました、外角低め、外れてボール。第3球を投げました。うわ、やるな、西谷。これで3。北節最後押し込まれたけど、まあ、前半が普通に打てたからいいでしょう。さて、あとはエピローグポイント。ここはお1位になった、珍しい。最近全然1位になれてなかったけど、これいくつくれる。120もらえれば満点。ここはぽいね。120、140くらいか。なんでハッチだけさ精神くんないの、超謎なんだけど。経験点的には全然だ。いや全然でしたわ。なんだかんだ言って得意練習率アップ組が一番出てんな。まあ、今回ちょっといろいろやらかしてるからね、そもそも。というわけで、ちょっとねここ2回やらかしが続いてるんで不甲斐ない感じになってしまってますけど、残りは1回となりました。最後1回の編成どうするかは悩んでるんですよね。今回ちょっと北節のアイテム持ち込みがしくっちゃったんで、もう1回リベンジしたいっていうのもありつつ、他の編成も試したいなっていうのもあるんで、まあそれはちょっと考えてから最後またやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。